ビールの正しい継ぎ方ってのはね、こうするのよ、こうちゃん。これが絵的にも味的にもベストなの。おお、いや、そこ感動するとこ違うから。大丈夫ですか？男なんだけどな。ヌーシー起きて。もうどうしようかな。終電逃したし、どっか休めるとこ。休める。よし、まあしょうがないか。長谷部さん、よく眠れるところ行こうね。わあ。あら、海野くんいける口ね。うわあ、つもりんのお酒なら何リットルでもいけます。まあ嬉しいわ。海野くん、かっこいいわ。海野、ダウン確認です。海くん、海は残念。あとはソムリエくんね。ソムリエくんは、あら、もうダウンしてるのね。よく眠れますように。それ以上いけない。お前これ食って酔ったのか。なあほら。あんたその年でキスもまだなの。ダサ。じゃあさ、私がしてあげてもいいわよ。ねえ、しよう、しなさい。うわあ、落ち着けっつったけ。もう言ってること別人みたいになってんぞ。ねえ、お願い。ダメだって。しようよ。絶対ダメ。ねえ、ダメったらダメ。しふく、すっごくフルーティーで甘いパインジュースだ。どうしたの、ちいちゃん。だって会社で抱っこされて、帰りにおんぶされて、なんかキュンってきちゃったんだもん。ちいちゃん、もしかして酔ってる。酔ってる。騙されたと思っても言ってみるもんですね。今回は私のおかげで大成功だったわね。取り分は91でいいわよ。バカ、借金の返済に当てるんだろうが。でも今日はおかわりしていいわよね。すみません、シュワシュワじゃんじゃん持ってきて。私は入り口で待っていただけなので、いささか気が引けるのですが、いただき。それよりはまだ早い。そうか、すまん。分かってもらえた。だがいくら俺でも全裸というのは、脱ぎ方が足りないって意味じゃないから。そもそも飲む時も脱ぐ必要ないでしょ。何言ってるのか分からないって顔をしない。まあまあ、これでも飲んで落ち着きないよ。まったく、そっちは私の。ありゃ、至福、おいしい。本当ですか？他にもおすすめがありますよ。何？ふわふわしてきた。こんなの初体験。至福。トール、メイドがそんな口調を使うな。酔ってる。だいたいトールのそのメイド服は何？メイド舐めてんの？髪は結ってキャップに入れてくれよ。フレンチはもうお腹いっぱいだよ。それもうコスプレ。チーラー、戻っただー。ま、おかえり、セイバー。遅かったね。ええ、ちょっと所用が。ご飯できてるよ。あ、それともお風呂が先？しろ。なんだい？お誕生日おめでとうございます。あらあらあら。なんか似てる。
鏡餅。おい、マスターを返すです。おい、まさかお前も。ヨルニエル、ハンマー。見てくれよ。お前はずるいのです。マスターのところを持ち遊んだけ持ち遊んで、マスターは空気な方なのです。もっと感謝すべきです。別に持ち遊んでなんか。持ち遊んでいるんですよ。え、うわっ。マスターは何かといえばお前の話ばかりです。ちょ、その酒強いよ。おお。私も彼氏いないわ。聞いてね。青葉ちゃん、新人は先輩におしゃれをちぐものです。すみません。お帰りなさい。ああ、ま、おい、まさかシナ、お前彩香さんに酒を飲ませたんじゃ。ゆずちゃん、お帰り。彩香さん、落ち着いて。じゃない。何が起きたんですか。彩香さんは酔うと人を襲い始めるの。聞いてんのか、新人。カズキ、カズキ飲みすぎだぜ。ハスタカさん、なんで。俺もここの常連なのさ。こいつ何杯飲んだの。まだ3杯ぐらいですけど。もしかして弱いんですか。弱い。ベルは誰のものでもないぞ。うん、分かってるぞ。そのくらい、ただ行ってみただけさ。いや、行ってみたかっただけさ。うん、ベルくん、お願いだから僕の前からいなくならないでおくれ。これこれ、声がでかいぞ。愛してるよ。もう、セナちゃんかわいい。バブバブバブ。セナちゃんは赤ちゃん扱いしないでください。ダメなの。もう3歳です。そっか。一人でお風呂も入れるのです。えらいね。見ててください。え、ちょ、だから世の中理不尽なのよ。私はこんなに頑張ってんのに。そうだ、言ってやれ。おとなしく集英させろ。だしこれ、スタッパのミス私にやらせる。うわ、裏の娘たちだったとか言ってるロリコンどもをドラゴンの一般的イメージにすんな。お願いしてれない人。吐きそう。吐くのかよ。たく、しょうがないな。懐かしいな。昔私が酔いつぶれた時、いつも貸してくれたね。カンちゃんが頭撫でてくれて、そしたら私を決まってカンちゃんの膝の上にうえっ。今吐いたら放り出すぞ。ダメだ、全然大丈夫じゃなさそうだ。つぐみ、何をするつもり。ん、何って、ただの接吻を。ただのって、つか、接吻って。おい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 、マジか。待て待て待てって。おい、つぐみ。おお、思ったより硬い。くそー。日焼けは恐ろしや。これ酒だぞ。店員間違えたね。けどまだ飲んでねえみたいだぞ。まさか匂いだけで。